ラクホグ半球スクエアは京都府京都市左京区にあるショッピングセンター。旧称はカナートラクホク。各店舗はデイリーカナート泉屋。1999年に閉鎖されたスケートリンク高野アリーの跡地に建設された。泉屋のショッピングセンターであるカナートラクホクとして2000年11月30日に開業した。カナートとしては1990年に開業したの。 西神戸店に次いで2番目であった。開業当時は隣接するホリデーイン京都と共に複合商業施設リバーズ京都を構成した。近隣地の高野東海町には1974年6月開業の泉谷高野店があり、カナートラク北開業からラク北半球スクエアへの改装後も営業を継続している。泉谷高野店には昔から駐車場がなかったこともあり、 カナート、ラクホク時代から泉や高野店の別館券、駐車場棟としても機能している。2013年1月23日をもって、ホテルアバンシェル、京都閉館により、リバーズ京都の営業が終わり、カナートラクホクが単独でショッピングセンターとして、影響を継続。ホテルアバンシェル、 京都跡地には一時パチンコ店の進出が計画されたが近隣住民の反対運動により、頓挫し、その後は2018年8月から、旧ホテルアバンシェル京都の部分を増築旨として、商業施設としての増改築工事が進められ、2019年12月6日に H2O リテーリング市会社である、阪急商業開発の楽北阪急スクエアとして、新装開業した。 泉屋は食品売り場であるカナート落北店を解消し、食品スーパーテナントデイリーカナート泉屋落北半球スクエア店として営業を継続している。高野橋東詰めバス停義者、ありがとうございます。